4月8日に近鉄不動産が経営する三重県の伊賀ゴルフコースにて、日本スピードゴルフ協会主催のスピードゴルフが開催されました。スピードゴルフとは、18ホールをできるだけ早く最小スコアでラウンドすることを目指す競技で、アメリカをはじめ世界各国で数多くの大会が開催されています。使用できるクラブは最大7本で、狙う、打つ、走るを繰り返し、単純ながらも爽快感を味わえる新しいゴルフの楽しみ方として近年注目されています。いや、結構このゴルフ場がハードで、やっぱ走り込みしてないと結構しんどいなと思いましたね。今後今年は世界大会がアメリカであるので、それに優勝して日本人初優勝ということを目指して頑張りたいと思います。お疲れ様でした。コースがハードでしたね。過去最高にハードでした。森が連続しているのと、ホールとホールの間が急な坂が多いので、ティーショット打つときに息が切れてるんですね。だから OB 2発ぐらいしました。本イベントは伊賀ゴルフコースと桔梗ヶ丘ゴルフコース合わせて100周年大感謝祭の一環で、今後も100をテーマに様々な企画を予定しており、皆様にゴルフプレーやゴルフ場の魅力を味わっていただければと思います。